みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。あれ、俺ひりおさんだよね。え、わあ、ひりおさん、え、わあ、どうなってるの。え、わあ、なになになに、怖い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 、雪男いる。やだやだ、怖い怖い怖い、無理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 、誰、やだやだ、怖い、やだ、来ないでください、来ないでください。あの、ひろさん、うなちゃんだよ。ひー、俺の今のか、え、これ雪男みたいになっちゃった。なんかひろさんに雪男だと勘違いされてるんだけどさ、そんなに雪男っぽいですかこれ。確かに、ちょっと毛むくじゃらっぽいし、耳も生えてるし、茶色いし、足も茶色い。これちょっとびっくりさせちゃってるかもな。ひれおさーん。え、おのこ、やだやだやだ、追いかけてくるよ。ずっと来る。こんにちは。怖い。ずっと追いかけてくる。ちょっと待って、まで来る気だ、これは。あ、やだ、なんか、うなちゃんのふりしてる。いやいやいや、俺なんだよ。同じ声出してる。いや、俺の声なんだって。なあ、怖いよ、僕、襲われちゃうよ。襲っちゃって食べちゃうぞ、ひろさん。わあ。あ、うなちゃんじゃないですか。ちょっと恥ずかしいだろ、今の。ちょっと、恥ずかしいだろ。おい。え、うなちゃんじゃないですか。気づいた？え、よく見たらうなちゃんですよ。雪山にさ、はい。一人でその暖かそうな格好してたから、声かけちゃったよ。なんかごめんね。びっくりさせちゃったみたいでごめんね。もう別に、うまちゃんと分かれば怖くないので。うん。でも、雪男は言い過ぎだわ。だって雪男だと思ったんですよ。そんな毛むくじゃら？はーい。恥ずかしいな。いろんなところが毛むくじゃらです。脱毛してくるわ。え？脱毛。してくる。ダメ。なんで？毛は守るために生えてくるんですから。まともなこと言ってる。まともなこと言ってるわ、本当に。